属性ガシャ引くか引かんか迷ってる方、ぜひ聞いてほしい。いつもありがとうございます。おつもんば徳島の番組です。本日もドッカンバトルやっていくんですけども、結論、引くな。だって9周年が待ってるんですよ。龍石温存ですよ。今こんな属性ガシャ、これもう罠ガシャでございます。なんで運営さんもこんな周年前にこんなガシャをね、つばっこんでくるのか、私は問いただしたいわけです。うん、でこの動画ではですね、あのどうしても引きたい方ね、この5属性分ある中でどれ引いた方がいいのか、ちょっと解説していこうかなと思います。ぜひね、最後までご視聴の方よろしくお願いいたします。というところでいきましょうか。で、極限 Z エリアで、あの極限 Z 覚醒がまあ実装されますと。ただおそらく持ってなかったら、メインキャラを持ってないとでも挑戦権得られないはずなんですよ。それもどうなんつ話なんですよ。この極限 Z エリアだけでもちょっとね、挑戦できるように、してくんねえかな、運営さん。まあ無理だろうな、ケチだもんね。あかんかん、運営のことをディスったら9周年どえらい目合うわね。で、この即技地力対この5属性のうちどれ引いた方がいいのかっていう話なんですけども、なんだろう、持ってないその何属性キャラをまあまあ引いたらいいんでしょうけども、だって5属性分全部引く言うたら、まあ10連ずつ引くにしろ、5属性、ここに250個を使うわけでしょ。きついよね、周年前で。しかもこの虚無期間の時に。うん、やっぱね、龍石はやっぱ大事に取っておきたい、でも引きたいって方はぜひね、この属性を引いていただきたい。この属性、さあその属性とは、はい、こちら技属性引くのをおすすめします。それなんでかちょっとまあお話ししていくんですけども、まず1体目ね、長剣の天津飯ですね。まあこれは超技の補正です。はい。で、セル第2形態、これは極技の補正です。俺ね、なんだろ、インストールしたてぐらいかな。で、極ブラックが欲しくて、技属性引きまくった記憶がある。うん。で、解放の仕方ももうむちゃくちゃなんですよ。で、ちょっとごめんなさい、話戻るんだけど、属性ガシャってね、絶対確定枠で、ちょっと、出るっていう保証はないんですよ。その、なんていうの？変わりなければね。うん。確定枠絶対どっちか出ますっていう仕様変更になっとったら話は別ですけど、まあおそらくそういうこともしないでしょう。うん。なのかな？この、絶対このね、属性のメインキャラ、出るとは思う。限らないんで、そこいらもちょっとね、気をつけていただきたい。どう気をつけるんだって話なんですけどね。うん、だから冒頭でも言ったら引かん方がマシなんですよ。だからどうしても引きたい方は5属性のうち技属性引くのをおすすめいたします。でこのね、技属性なんでいいかと、まあ、申しますと、まず、天津飯からお話していくんですが、パターン1ね、うん、パターン1のチーム編成、はい、人造人間セル編地球育ちの戦士で、並びに超技編成で使うとめちゃくちゃいいんですよ。うん。で、この天津飯が、人造人間セル編と地球育ちなんですよ。私ね、フェスゲーのトランクス持ってないんですよ。フェスゲーのトランクス持ってないんで、まあ、このスーパーセン、通常会社さんのスーパーセンジトランクス未来を代役にして、まあ、リーダーにしてるんですけど、あと中身、まあ、フライハイ、ご飯、ちゃんこ食うね。で、天下城主の通ご飯少年期って、で、通常会社さん曲に来ました、孫ご飯未来です。で、先ほどの天津飯で、調教師イベントのピッコロ。この調教師イベントのピッコロもね、補正ついてますし、天外寺報酬の、この、通ご飯ちゃんも、3枠目に使うと、まあ、補正もつきますし、単体でも、強いということで、ただ、この、今日、17日に撮影してるんで、おそらくダウンロード入ると思います。で、先行公開来んのかな、極限 Z 覚醒性能の。まあ、単体でも強くなるとはいえ、ね。まあそうですね、属性ガシャキャラっていうのは大体大乱戦で使う
ことぐらいしかないですね。あとタイムアタックでちょっとチーム要員に入れるかなっていう感じ。うん、でもその中で、技属性、技ガシャの天津飯とセル第二形態をより、使ってるようなイメージがあります、私。うん、これパターン1ね。天津飯、超技の天津飯を引き入れたパターン1のチーム編成でございます。で、パターン2。はい、こちら。もう地球育ちの戦士編成の技属性の編成で、使うのをお勧めいたしますね。で、この天、あの、優勝国をね、地球育ちの戦士、面をかけた戦い、あと中身なんですけども、極変しました。変身トランクス、で、オレコロ、で、先ほどの天下一報酬のツーゴハンちゃん、で、まあ、最後のこの、まあ、スリー孫悟空の他にも、あの、超技の地球育ちの戦士、入れたらいいと思います。これはなんか単なる入れてるだけであって。うん。このチーム編成でも、この超技の補正天津飯、生かすことができますと。はい。そんな感じですね。まあまあ、この使い方はまあ賛否両論ありますんで、まあまあ、おのおの、まあなんだろう、臨機応変にまあ使って、いただいたらいいんじゃないかなと思ってます。で、極めつけ、セル第二形態。セル第二形態はね、ぜひね、これをリーダーに使っていただきたい。知る人ぞ知る。これ、世界同時キャンペーンの合体ザマスをリーダーで使っていただきたいんですよ。この世界、ごめんなさい、セル第二形態が、世界の混乱と時空を超えし者、この合体ザマスをリーダーにすると、こいつをセル第二形態は、200% で使うことができます。あと、世界の混乱、神次元の、極技を引き入れて、ぜひね、使っていただきたいから。ね、天下一報酬のピッコロ大魔王。これがね、中確率ガードなんですけども、極刑の補正、でございますんで、ぜひね、この状態でね、ボックスさえ眠ってる方は今すぐね、ちょっと育成していただきたいですね。まあ、極限 Z 覚醒もね、実装されてますんで、育成をお勧めいたします。で、これ、魔人ブー善、魔人ブー純粋悪。まあ、これがね、ちょっともう、現状、もう、使えなくはないんだけども、ちょっとベラボーに食らっちゃうかな。究極のレッドゾーンとかで使うと。まあ、この魔人ブー悪に、変わるとね、まあ、ものすごく強くなります。まあ、ちょっと先手では弱いですけど、200円3回使ってアタックディフェンス大幅上昇して受けるダメージ 50% 軽減。並びに、セル第二形態の補正、で、ピッコロ大魔王の補正ついたらですね、必殺技でも、敵の必殺技でも防げる、かと思いますんで、ぜひね、何回も言うように、属性ガシャ引くんであれば、技属性ガを引くのを、私は声大にしてお勧めしたいということで、はぁ、で、何回も言うように、何回も言ってないんかな、属性ガシャね、属性ガシャは、もうほんまに大乱戦かタイムアタックでしか使いません。で、9周年も控えてます。流石温存で、引かないことをおすすめ、私はいたします。どうしても行くなら、技属性側、引くのを、おすすめしますと。いうところで、まあ、ぜひね、なんか、賛否両論ありますんで、ぜひこの動画のコメント欄にてね、ああでもない、こうでもないというコメントをお待ちしております。最後までご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。